美しい姿勢とは、お腹に力を入れます。まあ、引っ込めるような感じですね。お腹に力を入れて、お尻にも少し力を入れます。上から何かにつられているような感じで、おへそを中心に7対3で引っ張られているようなイメージです。美しく椅子に座るには、まず椅子から、一歩前のところですね、立ちます。どちらか一歩の足後ろに少し引いていただいて、片手でスカートを鳴らして腰をかけます。ウォーキングのお話をさせていただきます。ウォーキングも正しい姿勢で歩くととても美しく見られます。まず手のお話をさせていただきます。手を振ります。この時に横から見ますね。肩を中心に前後同じ角度で振っていただくと美しくエレガントに見えます。今度は足の動きですね。一歩目と最後の足、この膝は伸びていた方が美しいと思います。まっすぐに立っていただいて、どちらの足からでも結構です。少し上げてからかかとをついて体重移動して少し蹴るような感じですね。お尻とももに力を入れて、そこから次のもう一歩出していただくと美しいと思います。